はい、皆さんこんにちは、マサでーすっていう感じでね、また今回も始まりましたけども、今回はね、ブックオフでね、またいろんなもんをゲットしてきましたって感じなんですけども、っていうかね、大概もう週に1回ぐらいはもうブックオフに行くなんかルーティーンになってるようなね感じなんですけどもね、行ったら行ったらね、毎回違う、まあ同じ時も、もんばっかりやる時もあるんですけどね、大体1週間1回行ったら出た、変わってるって感じなんですけどね、結構ね、入れ替わりの激しいブックオフなんですけども、それでね、そこで行ってね、今回ゲットしてきたのはね、これね、前からずっとね、この、やってるね、この、ホリホリシリーズ。ホリホリシリーズのね、いろんなキャラクター溜まってきたんですけども、これね、このね、100均でセリアで売ってるね、これね、これから自分でつけたんですけど、ドクロのやつはね、この海賊箱がね、ちょっといっぱいになってきたのでね、なんかいいやつないかなと思ったらね、ちょうどいいのがありました。透明でね、見やすくてね、結構まだまだ入るよーっていう感じのやつなんですけども、こちら。これね、この前のドラゴンボールの一番くじのね、この相性ですね、のタンブラ。これが安く売ってたので買ってきました。全6種。何が出るかわからないよーって感じなんですけど、まだ。これ、だから、たまにね、リサイクルショップで行ったらね、もう中開けてね、まあ、例えばこれが入ってますよとかね、丸とか売ったりとかするやつあるんですけどもね、これは全くほんま未開封でね、まあね、食器だからね、ちょっと 未開封じゃなかったらちょっと気持ち悪いからね、っていうかもう、って言っても食器としては使わないんですけども、まあ、これはどれででもいいんですけど、やっぱりブロリーが欲しいかな、あとは悟空さんか、まあ、どれでもいいんですけどね、それで、今回は、これを開けて、いきたいと思います。でね、これやったらね、結構まだまだ入りそうですからね。はい、電光石火からね、僕が幼稚園から使ってるこの、ハサミでね、開けまして、そして、何が出ますでしょうかってね。まあ、これは、周りはこんな、いつも同じようなね、パッケージなんですけども。さあ、よいしょ。ちょっと中見ないように、別に、まあ、別に何でもいいから、まあ、ドキドキ、あ、まだ開けてないな、まあ、ドキドキする方のもんじゃないんですけども、っていうかね、もうそろそろもう、だんだん年末に近づいてきてますからね、皆さんもね、体調とか気つけてね、寒いからね、タンブラーってね、あったかいものは飲めないんですけども、冷たいもの飲める。タンブラーで。さあ、何が出るでしょうか？バーン！あ、ターレスですね、ターレス。あ、いいですね、なかなか。ターレスもね、今回、ラインナップされててね。あ、結構食器、ちゃんと入ってるからね、ビニール入ってるからね、これ。多分、清潔ですね。ターレスが出ました。なかなかいいですね。あ、そういうビニール開けたので、また鮮やかな感じで。素敵な紫ですね。高貴な感じの紫の感じの、カラーのね、タンブラーになってますけどもね。まあこれはね、だからこのホリホリシリーズ軍団のやつをね入れていこうと思ってね、買ってきたんですけど、あ、これこの前ね綺麗にしたねステゴザウルスですかね、なかなかね100円の割にはね楽しめたやつですね、はい、これも中に入れてね、これがまあ一番初めにやったこのカブトムシですね、これも入れましてね、これがいろいろな物議を醸し出したね、ボキッと折れたね、この、恐竜の化石シリーズですね。そしてこれは何だかな、あ、アンモナイトですね、これは結構気に入ってるこの海洋シリーズのやつね、これもまたやるかもしれませんね、これね、これはミイラシリーズなんですけど、これはもうなかなかもう見かけないやつですので、ちょっとレア商品ですね、これは、ジョニー・デップの、パイレーツ・オブ・カリビアンのやつの、これは100均じゃなかったんですけどもね、これはクローゼットの中にあったやつが出てきたもの、ね、これ、なんかの足って書いてましたね、タコの足、まあね、なんか、
コティンティンみたいな感じなんですけどもね、うん、これもねここにこれやとまだまだね入りますからね、うん、これをホリホリシリーズグッズ入れにしたいと思いまーすって感じで、うん、それでねいろいろ買ってきたんですよ100均で行って、うん、それで100均じゃないわ、ブックオフ行って、うん、それさこれもこんなんもあってねこれねスペック劇場版のねこれねこの戸田恵梨香さんのこのだってトーマのねストラップかなんかなんですけども、うん、これは珍しいなと思ってこれ後ろがこんななんかこんな立てられますよって感じでなかなか手の込んだなんか何のシリーズのやつなんかはわからないんですけども、うん、このね、まあ、戸田恵梨香さんとは顔は似てないんですけども、このトーマのね、ストラップですね、うん、左手動けーっていうね、これも左手だったら何も包帯も何もしてない感じですね、うん、これスペックね、うん、戸田恵梨香さんもね、もう吉岡さんも好きなんですけども、うん、戸田恵梨香さんも、まあその次にぐらいに好きな女優さんの一人なんですけども、うん、まあ、顔はね、うん、戸田さんとは全然似てないんですけども、まあ、キャラクター的にね、うん、まあ、こんな感じでしてまして、うん、こういうふうに宙に浮かしてあれするんでしょうかね、うん、ここにまあ詳しい説明書きはあるんですけども、これつあここはやっぱり引っ掛けてねこんな風にね空飛んでるような感じでね、うん、やつですね、うん、これ戸田さんのやつしかなかったですから、ね、あこれ後ろにもこうこっち側のやつね、これの人ね、うん、なんちゃ名前だな、うん、これもセットにあるみたいなんですけども、うん、組み立てるとフィギュアストラップを飾ることができますって、うん、ちょっとあんまり飾るスペースがあんまりなくなってきてるので、ね、飾れないかもしれませんけども、まあ、とりあえずね戸田恵梨香さんもここからちょっと置いておきたいと思います。はい、それからまだあるんですよね。そしてね釘崎さんのねこの椅子座り何がで座れるか問題ね、うん、それに、ね、ちょうどいいのが見つけました。これをね点検してきました。このゲーミングチェアってやつですね。皆さんこれ結構持ってるんですけどもね、うん、僕はこれ回さなかったんですけども結構ねなかなか安く手に入ったっていうかね、まあ売ってたのでねこれを買ってきました。これで多分付属品これで全部なのかな、うん、よくわからないんですけども、うん、これでね戸田さんじゃないわ釘崎さんもね、うん、釘崎さんもなんかねYouTuber みたいにねこれフワちゃんみたいにこれなんかやってる撮影してるようなことしてるのも出してるんですけど、これ前ね周先生が持ってたやつなんですけども、うん、あ釘崎さんいけるかな、うん、あよろしいんじゃないですか、うん、サイズ的にはぴったりですね。あんまりね構造的にねあんまりここ腰が直角に曲がらないからねもともとどんな椅子でもちょっと無理があるんですけどもね、うん、まあサイズ的にね、まあうん、これがいいんじゃないですか、ぴったりじゃないですか、うん、上崎さんはもうこれでちょっとお股がまたいつもねこう座ったらもういつもお股が開くんですね、うん、まあごめんなさいねって言ってましたけどね、うん、まあこれがちょうどよろしいんじゃないでしょうかね。今回からこれからはね、うん、ちょっとキャンプ場には似合わないですけどもね、うん、まあこうそういう破天荒なところも釘崎さんのいいとこですのでね、うん、これを持ってきたよって感じでね、うん、それからね何買ってきたかな他いろんなもんね。あそしてね久しぶりにブックオフでねいつもねおもちゃばっかり見てるんですけどもね、うん、たまにはね漫画とかね書籍の方も見に行くことなと思って見てきたのがこれね、皆さん知ってますかね、これエアマスターっていうね、漫画なんですけどね、アニメもやってたんですけどもね、うん、なんで14巻しか買ってきたんかなと思ったんですけど、それは14巻しかなかったからこれを買ってきたんですね、うん、なかなかこれね、うん、マキっていう名前のね、女の子でね、タッパが背が高くてね、うん、格闘技が強いっていうね女の子の漫画なんですけども、うん、漫画も面白いけどもアニメもね、うん、なかなか迫力あって面白い漫画で、結構ね背の高い女性がね、うん、これ魅力的だなと思い出したきっかけかもしれませんね、うん、バレーボール選手とかでもね綺麗な選手も
たくさん入れますけどね、うん、僕は一番推し押し、一押しやったんがね、今も結構もう未だにタレント活動とかされてるんですけどね、加納舞子さんっていう方がね、とても綺麗なね、背の高くてね、うん、なんかそういう背の高い女性にもね、いいなぁと思い出したね、キャラクターなんですけども。まあね、基本格闘技漫画なんですけどもね、まあ、ギャグ要素もあってね、うん、なかなか面白いね。あ、こんなん入ってましたね。テレビアニメ放映中で、これだいぶ前のやつなんですけどもね、うん、マキちゃんっていうやつですね。これ皆さん知ってますかね、エアマスターね。だからね、エアマスターっていう漫画もありますよっていう、お話なんですけども、これ何年のやつなのかな、もうだいぶ昔のやつだと思うんですけどもね。だからね、こういう漫画も買ってきましたよという、動画でした。ね、まあブックオフで言ったらね、まあ、おもちゃだけなくて、もうこういう漫画とかもね、買ってますっていう感じですね。まあ今回はそういう感じですかね。ということで、まあ今回はまあいろんなもんブックオフで買ってきたっていう動画でした。はい、それではこの辺でまたお別れしたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。またよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、ありがとうございました。